皆さんどうもお集まりいただきありがとう。ああもう大丈夫大丈夫、ありがとう。さてここに来ているということは皆さん多かれ少なかれチャーハンに興味があるという認識で間違いないかな。そして今まさに低評価ボタンへと指が伸びている。違いますか？でもちょっと待ってください、半袖短パンのヒカキッズや捨てチルならともかく、いい年した人間が動画を見る前からそんな思考、あまりに短絡的で稚拙だとは思いませんか？もちろん低評価をつけるなと言っているわけではありません。ですが低評価をつける前に一つだけこの私と約束をしてほしいんです。まずは作ってみてください。自分で食べるもよし、友人や恋人、家族に食べさせるのもいいでしょう。その時溢れ出る感情を知ってあなたはきっと気づくことでしょう。チャーハンは争いへ導く火種ではなく幸福へ導く糸だと。やっぱ俺も桃井山口の中でも気に入ってるのはプレイバックパート2。大丈夫な彼女は国の存在、世界の創造主。視聴者諸君こんばんは。素敵なチャーハンナイトをお過ごしだろうか。あまりに突然であるが、まともやチャーハンについての話を投げつけたい。前回のチャーハンとの格闘の末、私は450人の低評価を獲得するに至った。これは間違いなく本場中国はプロチャーハニストによる攻撃と見て問題ないだろう。ある者は体を鋼のように鍛え上げ、ある者は手に猛毒をすり込み、ある者は川の上を走ったりと血の滲むような鍛錬の末に技を繰り出し、100年に一度開催されるチャーハントーナメントを勝ち抜いた末に海王の称号を得ている実力者に違いない。このような大会は南国パパイヤ島でも開かれているという噂だが、その話はまた後日にしよう。私は日本人として彼らと競いたい、海王の称号が欲しいと強く思った。だからこそ日本のチャーハンで勝負をしなければならない、日本が誇る素晴らしいチャーハンを得得しなければならない。町中華の経典と呼ばれる伝説の書籍に書かれるあまたの名店の中、私が選んだのは民亭。チャーハン業界ではもはや紹介する必要もない東京を代表する名店であるが、最低限の情報はお伝えしておこう。創業は東京オリンピックと同じ1964年。食品サンプルの色あせや店内壁紙の黄ばみ具合からもその歴史の深さは見て取れる。下北沢という街が大変貌を遂げる中、依然としてその独特な存在を放つ本店では、元ブルーハーツの河本宏氏やなんちゃらグルメでも活躍される松重豊氏が働いていたことでも有名だ。この店のチャーハンの何よりの特徴といえば赤いのだ。知能と文化の破壊エンジン通称 Google によれば、何とも食欲をそそるその色は食紅をたっぷりと使ったチャーシューを使用することで生まれるらしい。このインパクトと味にはさすがの海王たちも低評価をつけることはできるまい。私はそう確信し、早速準備を整えたのであった。本調理の前にまずはやっておくべきことがある。ラード作りだ。ラードはまさにチャーハンの血液ともいえる存在であり、これがなくては町中華のチャーハンを再現することは不可能である。後にこのラードが私に歯向かう敵となることを当時の私はまだ知らない。詳しい作り方は以前作成した動画のリンクを概要欄に貼っておくのでご確認願いたい。豚肉から湯を沸かすほどの熱い愛で油を絞り取って冷やし固めると見事にコラーゲンとラードに分離する。あとはこちらを生成すれば完成だ。続いて中華街でもよく見る独々しい赤チャーシューである。チャーシューというものは煮るものと焼くものと2種類あるが、チャーハンで使用するのは間違いなく油の乗った後者である。こちらも詳しい作り方は別の動画で参照願いたい。食紅を親の敵とばかりに入れた甘辛ダレに豚バラ肉を一晩漬け込み、あとはオーブンでじっくりと焼き上げる。これがしびれるうまさで紹興酒で一杯やりたいところだが、今回は小さく切ってチャーハンに適した形に整える。あとはネギ。ネギがなければあの独特な臭み風味は生まれないのだ。チャーハンを食った後の口が臭くなくてたまるものか。臭いものは嫌う対象ではなく愛する対象だ。さすればまだ見たことのない愉悦を見ることができるであろう。続いて米。こちらは水分少なめで固めに炊いている。第2回の動画で冷凍ご飯を使った結果、見事なまでに怒り狂ったチンピラ、通称チャーハン警察の餌食になったため、このような結果となった。続いては今回の調理を共にする同志をご紹介しよう。まずは酸いも甘いも臭いも経験してきた中華鍋の鉄郎。おさむ同様7年を共にしてきたその性能は伊達ではない。ガスコンロは市民の味方ドン・キホーテから。大学時代家飲みをした際に誰かが捨てていったものだが、なんだかんだ頑張ってくれている。火力もカセットコンロの中ではトップクラスだろう。そして今回が初出場となる中華おためおたま。こちらはチャーハン警察に煽られ渋々買った一品だ。やや重さは気になるが、うまく手なずけることはできるのか一抹の不安がよぎるところ。調味料に関しては全て赤い蓋のものを使用している。赤いチャーハンを作るのだから当然のことだろう。テーブル胡椒に塩、味の素、醤油に紹興酒と鉄壁の布陣でございます。やれる準備は全てやった。
あとは鉄鍋を握るだけだ。まずはカンカンに熱した鍋にラードを入れていく。しかしここに思いがけないトラップが潜んでいた。あちぃ！ラードに水分が残っていたのだ。その結果部屋中に油が散るという最悪の展開が待っていた。こうなってはもうどうしようもない。狼狽した私は火力を弱め、卵を入れるタイミングも見失った。おまけにお玉がやたら重い。重さにして実に 400g。 世の職人たちはこれを1日何千回と振っているのか。いつものお玉に持ち帰るともはやおままごとにすら感じてしまう。舐めていた。私は中華人民共和国を舐めていた。絶望の果て、私は体得した感謝の鍋振りを失った。卓上に盛り付けられたのは普通のチャーハン。確かにうまいが、それ以上何も出てこない。ただのバランスのいいチャーハンだった、うん、思えばここ最近は慎重を期して賞賛の高い戦いばかりしてきた。その結果がこのざまだ。久しく忘れていたあのひたむきさ。そういえば基礎修行などここ数ヶ月やっていない。私は感謝した。食物生産者さんの顔、チャーハンの歴史、すべてに感謝を捧げ、そしてお玉を、鍋を振った。振り終えれば倒れるように寝る。起きてはまた振るを繰り返す日々。だが無駄ではなかった。前回振るのに1分を切った時、私の玉鍋振りは分身ダブルを、攻めのシャオリーを体得した。こうして2度目の調理に入る。もはや課題点は考えなくてもわかる。余計な説明も語るに及ばず、もう何も喋らない。喋り疲れた。ここで私は一点気づいたのだが、いつの間にかチャーハンの中にザーサイが具現化している。これも修行の成果なのだろうか。そのうち米や卵すらも具現化できそうな勢いである。というわけでこれが今の私にできる最高のチャーハンであった。もはや目立った改善点がないほど素晴らしくうまいチャーハンへと成長した。これなら下北のネイティブ下町中華のおっさんも It's so good と言いながら私の胸に飛び込んでくるに違いない。
今度は赤坂離宮のシャントンローファーチャーハンの再現でもしてみようか。私のチャーハンへの探求はまだまだ続く。